こう上から下、そしたら上げる。そう、それを連続でやるとこんな感じになって。佐藤は思ったよりも飲み込みが早い。音楽のおの字も知らなかった割に耳もいい。人が何か上達する様は見ていて気持ちがいい。けれど未だにこいつは謎だ。音楽への動機もよくわからない。それにこいつのギターが初心者の、しかも高校生にはおよそ似つかわしくないという違和感。素人がこんな渋いの買うか？いくらすんだよ。なあ、それって親父さんとかのお下がり？ううん、うちお父さんいないし。え、ごめん。あの、じゃあさ、お前好きな音楽とかは？好きな曲とか一つくらいあるだろ。意思の疎通はできているのか？わかんない。チキショ。好きかどうかはわからないんだけど、よく脳内で流れるやつはあるよ。電波。どういう曲？曲名は知らない。あ、こういうの。ララ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 って曲なんだけど。なんだ今の。